私はこの税金の有効な使い方という意味では、児童虐待の問題について特に取り組みをしてきました。今児童虐待の問題というのは非常に件数が上がってきています。でもこの件数が上がっているというのは一見して上がっているから深刻だという話もあれば、今まで見えなかったものが見えてきているという意味では児童虐待の件数が増えているというのはむしろいい傾向なのかもしれません。こうした児童虐待の見える化が今進んでいる中で、これからすべきはこの児童虐待の問題について個々にまず児童虐待を受けて親と一緒に暮らすことのできない子どもたちが将来を心配せずに安定した形で社会に出ていくことができるようにする、そんなまずは取り組みが必要だと思いますし、大きな視点で見れば虐待をしてしまう親の問題、家族の問題、こうしたものにまでメスを入れなければならない。そうしますと、例えばまずは児童相談所の職員を増員をしたり、児童養護施設の職員の人たちが安定して仕事ができる環境を作っていく、またはファミリーマートといいファミリーホームといいまして、子どもたちを預かる家庭的に預かっていく施設をたくさん民間でやる人を増やしていく、そんなことに確実に道筋がつけられるようにしていきたい、そんな取り組みをしてきたわけです。もちろんこれは富田議員も私もまずは一つの事例にすぎません。しかしこうしたことを皆さんからお預かりしている税金を単に賛成する、物手を挙げて賛成するだけではなくて、どれだけ税金を投じればいいのか、どれだけ税金を削減できるのか、そうしたことを具体的に議会の中を通じて提案をし、厳しく正し、そして時には市長に対しても我々はしっかりと物を申しているというのが今までのやり方です。これは無所属という立場で選挙を戦ってきた中ならではの取り組みだと思っています。自分たちの意見をしっかりと毅然としてものを言っていくことで、それも市民の皆さんの思いをしっかりと議会で発言をしていくということで、その実現を目指していくというのが当然のあり方だと思いますが、その当然というものが通らないのが政治という世界です。いい加減にこの政治の世界の古いしきたりを変えていきたいと思います。新年のこの、明けてすぐの時間帯、すぐの日にちに大きなマイクで失礼をいたしましたが、富田香織議員も私土井博之もこれからしっかりと皆さんにまずは街頭に出て耳を傾けていきます。気兼ねなく声をかけていただき、そしてどんどん注文をつけてください。今の議会の在り方、政治の在り方、そして議員の在り方、今皆さんの身近で起きていること、困っていること、そんなことがありましたら気兼ねなく伝えてください。私たちの活動の源泉はまさにそうした皆さん一人一人の声です。これからもこのような形で南未来駅の東口に立つことがあると思います。見かけましたら富田香織市議会議員、そして私土井博之、気兼ねなくお声掛けいただきたいと思います。それでは本日はこの辺りで終わりにしたいと思います。大変大きなマイクで失礼いたしました。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。